日産、シルビア日産、200SX 日産、180SX 日産、200SX 日産、ルキノ日産、200SXS14 型欧州輸出モデル 200SX とは、日産自動車製の自動車における、日本国外輸出使用車の名称である。北米では、ZX、NX クーペと並び、日産パーソナルクーペの中核を成していた。 輸出される地域や時期の違いにより、200SX という名称の車両は以下のように存在する。なお、社名の由来は 2000cc のエンジンを搭載していたことによるが、例外がある。欧州市用の S13 型 200SX は、デビュー当時 1800cc のエンジンである CA18、デッドを搭載していた。また北米仕様の S12 型 200SX には、 3000cc のエンジンである VG30E を搭載したモデルが存在した。さらに、北米仕様の B14 型 200SX のベーシックグレードには 1600cc のエンジンであるが16でを搭載していた。ありがとうございます。